2019明治安田生命 J1 リーグ第29節です。ノエビアスタジアム神戸からヴィッセル神戸 FC 東京の一戦をご覧いただきます。シーズンは終盤戦です。神戸は9位につけていますが、まだまだ予断を許さない、残留争いの戦いが続いていきます。ゲームに先立ちまして、令和元年台風19号による犠牲者の方々への黙祷が捧げられます。ではフォーメーションを紹介します。飯倉がゴールを守るヴィッセル神戸、今日は最終ラインダンクレー以外が変わりました。渡辺が予想では真ん中、ジョアン・オマリが左です。セルジ・サンペールがアンカー、今日は西ベンチ外、藤谷先発、右ウィングバック、酒井豪斗が左です。2列目に古橋、山口、前線にビジャー、田中純也です。東京長谷川監督、何かを変えたいという思いと、代表帰りの選手のコンディションなんかも踏まえて少しメンバーをいじってます。林ゴールキーパー、オージェソク、森重、渡辺、室屋の4バック、橋本、アルトゥール・シルバがセンター、サイドに三田、東、三田はフルス対決です。今日はですから高萩、ディエゴ・オリベイラ、おそらく縦の関係になるんじゃないかと思いますが、少し人選を変えてきました。下がって収めに行ったビジャから強奪、アルトゥール・シルバ、高萩のヘディング、流して東の、打てないか、後ろから高萩が来た、先制しました。 FC 東京、今日はトップ下、高萩洋次郎です。一回ここで奪ったんですね、いい形で奪いましたよね。そこから、クロスに高萩もいい形で入ってきましたし、東もだから入ってきましたよね、ボックスの中にね。ここ何試合かこういう形ができてなかったので、FC 東京いい入りしてから、いい形で得点奪いましたよね。ここも最後コースなかったと思うんですけども、落ち着いて高萩もね、よく狙いましたね。最後シュートは右のポストに当たってゴールの中に行きました。後ろからジョアン・オマリー、酒井豪徳、横に古橋、打つか、古橋は打つ、どよめきました。ノエビアスタジアム、絶好調の古橋です。思い切ったいいシュートでしたね。オージュソク、戻したとこからディエゴ・オリベイラ、狙ってきました、アルトゥール・シルバ、なんとなんと初先発のアルトゥール・シルバが遠いところから豪快にねじ込んだ。スローインの流れですけどもね、ここプレスかからなかったんですよね、神戸の方がね。そこを思い切ったシュートですけども、いやこれは素晴らしいゴールですね。長谷川監督の起用にね、見事応えた素晴らしいゴールですね。東を見た、右は見たです。ディエゴ・オリベイラを使う、中入れた、三田が行く、三田が行く、三田の左足、最後絞った藤谷のクリア、左足でゴールを強襲しました三田。今のアンカー渡辺剛のカバーリングの速さが、でも反転、渡辺博文を剥がした。ディエゴ・オリベイラ、真ん中抜けてきた、後ろから橋本健斗、東京3点目、前半で0対3です。最後後ろから伏兵登場、橋本健斗です。もともと持ち出したのも橋本でしたからね、そこでディエゴ・オリベイラに預けて、でまた自分が出ていく、ただディエゴ・オリベイラのターンですよね、ここ渡辺かわしたところ、のターンは素晴らしかったですね。高萩も左にいたんですよね、なのでダンクレーもやっぱ絞りきれなかったですし、そこに橋本入ってきたので、人数いたっていうのも FC 東京素晴らしかったと思いますね。
FC 東京は無理してないところもあるんですけどもね、ボールなかなか入れられなくなってきましたね。高萩がうまく門を開けた、そこに入ったディエゴ・オリベイラ、ナイスキーパー、4試合ぶりのゴールならず、いくらしのぎました。高萩のランニングで、まあ、渡辺釣られたところを、はい、オリベイラ完全に開きましたからね。蹴るのは田中純也です。ちょっと後ろヘディングシュートだー、1点返したジョアン・オマリ、ジョアン・オマリです。コーナーキックから神戸1点を返します。まあ、いいボール入りましたよね、田中純也から。はい、ジョアン・オマリも難しかったと思うんですよね、ちょっと戻りながらですので、それを、まあ、首を振っていいコース流し込みましたね。田中純也ダンクレー、頭で残した藤谷、また田中、どこだ、飛び込んで、うお、ヘディング、渡辺博文、ナイスカバー、これはスーパーカバーでした。高萩ですね。先制ゴールの高萩、ちょっと釣りましたか。ジョアン・オマリ、ポドルスキー、打ちに来た、打ちに来た、ポドルスキー、ナイスキーパー、ナイスショット、ナイスキーパー。いや、素晴らしいシュートでしたね。さすがフォルディ。さあ、人を揃ったゴール前、藤谷、手前だ、ダンクレー、あとちょっとです。これでゲーム終了の笛が鳴りました。 FC 東京、8月30日名古屋戦以来4試合ぶりの白星、勝ち点56、勝ち負と並びました。